こんにちは、戦国武将ファンの皆さん。今回は戦国時代を代表する武将織田信長の名言や格言に迫ります。信長はその戦略眼とリーダーシップで知られ、彼の名言には深い意味が込められています。戸川一存、川上一世、濃姫一生、中川一忠、この言葉は信長が周囲の仲間たちに期待を寄せたものであり、祖豪自分の有名、川上藤吉郎豊臣秀吉、濃姫自分の妻、中川明智光秀を頼りにせよという信長の思いが込められています。彼は仲間との協力を重んじ、戦局を共に切り開いていく姿勢を示しています。信長の名言は彼のリーダーシップや信念が反映されていますね。次回もお楽しみに。